皆さんこんにちは、マダルグルグジです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回は今ご覧いただいているポートモレスビーの攻略戦無事に完了しています。味方の損害はかなり軽微でしたね。今回その続きになります。早速シナリオを見ていきましょう。作戦の内容をご覧いただきました。ハワイ攻略作戦です。アリューシャン方面の攻撃、ミドウェー方面、そしてハワイ方面と、3つの作戦を、行うこのハワイ攻略戦なんですけども、どうなんでしょうね。ミドウェー海戦ではね、ミドウェー基地の攻略をするのか、それとも敵アメリカ軍の艦隊を叩くのか、その目的がね、全指揮官にあるいは全将兵に十分に行き渡っていなかったというのも敗因の一つに挙げられているようなんですけども、今回も、攻略目標、攻撃目標が3つというね、中身になっています。では勝利条件確認しましょう。15ターン以内に全敵司令部の破壊、15ターンなんでかなりターン数は短い、少ないと思っておいた方が良さそうですね。今回も航空戦力中心の、出撃編成にしたいと思います。では早速ゲームの方を始めていきましょう。ではマップ確認です。これ広大な日本から、ハワイまでを1枚マップにしてありますね。ここが東京です。機動部隊すでに出現してますね。赤城、総竜、飛竜に加賀、いわゆる第一航空艦隊ですね。敵の方なんですけども、まずずーっとマップ右側下っていくとですね、ここミッドウェーだと思います。さらにそこからほど近くにここハワイですね。でマップの上の方にはアリューシャン、ここにも敵の司令部があるので、この3つの敵の司令部を同時に15ターン以内に叩くっていうのが完全勝利の目標になってるんですけども、なかなかねちょっとしんどそうかなというふうには思います。では早速舞台の方を動かしていきましょう。第一航空艦隊ですね、これを操作していきます。ここには機関ヤマトがいますね。戦艦部隊はヤマト、金剛、長門というところでしょうか。では早速前進していきましょう。まずは敵を捕捉するところからですね。航空機を乗せてない状態でまずはこの赤城、加賀、飛竜、総竜が出撃していくことになっているようなので、航空機を早速繰り出していきましょう。占領目的というよりかはもう完全に攻撃して早々に敵の司令部を叩きます。配置します。優先的に配置するのはやっぱり冷戦からですかね。冷戦から配置していきます。でその後に観光艦爆、この辺りも下ろしていきましょう。はやぶさはね、どうしても空母に乗せられないっていうのがあるので、ここから先の戦い、少なくともこのステージに関してはですね、艦載機じゃないとちょっと話にならないかなと思いますので、はやぶさは、二の次三の次という形にしましょう。アメリカ軍の方はワイルドキャットなどの最新鋭機を投入してきてるんですけども、残念ながら帝国の方はですね、まだ冷戦の21型中心になっています。この辺りで戦力のバランスが今までとは少し違ってきているっていう認識はしておいた方が良さそうですね。空母機動部隊はミッドウェー、ハワイと狙っていきます。で、先ほどハヤブサは後回しという話をしましたけども、ハヤブサに関してはですね、アリューシャン方面に陸自隊に攻撃を行っていってもらえればいいかなというふうに思っています。では、冷戦を出していきましょう。航続距離の長い冷戦なので、もう思い切って前にどんどこ出していきます。で、後から空母をね、追いかけさせます。燃料が必要になったら空母に戻ってきてもらおうというところですね。
で、途中、グアムなんかにはですね、航空基地もありますので、まあ、空母が足りない場合にはですね、そういった航空基地、これもうまく利用していきます。ここから本当に熱い戦いの始まりですからね。まあ、史実ではミッドウェーで大敗北。4世紀空母を一挙に失って、まあ、ここでミリタリーバランスを逆転されたと言われている戦いなんですけども、ゲーム上ではね、同じ鉄を踏まないように、しっかり敵の機動部隊第一優先、その後、ハワイ、そして、ミッドウェイと、敵基地の攻略にね、目を向けていきたいというふうに思っています。投入できる部隊数は結構多そうなので、このマップ、このステージ。そういう意味でもですね、航空機をどん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 作って、生産してやっていければいいのかなというふうには思いますね。ちょっと心配なのが、この、艦隊の周りにね、艦載機を使った直煙を出せていないというのが、少し怖い、心配な点かなとは思いますね。なので、この後、艦隊の周りには直煙を上げておきます。ミッドウェイの近くには敵艦隊と航空機ワイルドキャットなんかがもうかなりの数展開してますね。あとは急降下爆撃機ドントレスなんかも配備されています。最初の攻撃目標はやはりここミッドウェイになりそうですね。ミッドウェイに向けて部隊前進させていきます。さあ敵部隊発見してますね。ミッドウェイの、まあ、やや前方と言っていいのかな。日本寄りのところに敵の部隊発見してます。かなりの大部隊ですね。これ、まずは一機ずつ落としていきましょう。数がちょっと敵の方が多いかなっていう心配点があると、まあ、先ほど来お話している通り、もう、冷戦の能力的な優位性というものは完全にこの時点で失われつつある状況なので、まあ、消耗戦になるというのは覚悟しておいた方がいいかなという感じはありますね。まず敵のね、やっぱりその直煙機、航空戦力を、完全に無力化した後に、艦攻艦爆隊を送り込みたいので、やっぱり冷戦を先行させるっていう戦い方は間違いなくやらなければいけないところかなと思いますね。生産ですけども、まあ、冷戦を5、艦爆を3、艦攻を2、5、3、2の割合で作っていきましょう。さあ、前線ですね。敵の航空機もだいぶ多く目立ってきました。こちらは傷ついた冷戦は貴重な冷戦なので、戻して回復させましょう。確実に敵の航空機を削りながら前に進んでいきます。敵航空機の空襲受けてますね。金剛が被弾してしまっているというところです。急降下爆撃機ドントレスの空襲を受けています。どうだろう、金剛を失いたくないので一度港に戻しましょう。ここで金剛を失うぐらいだったら戻したいですね。やっぱりね、戻します。このままドントレスをのさばらせておくわけにはいかないので、冷戦で駆逐していきます。先にね、ワイルドキャットを仕留めたいところなんですけども、まあ、ここまで肉薄されると状況変わってきますので、先に、ドントレス、これを撃墜して回ります。では、艦爆も出します。ここに敵の、どうだろう、これ見る限り、従順と思わしき艦影ですね。これに、爆撃加えていきましょう。救急の艦爆です。落としていかなければいけない相手ですからね、これもね。今ね、グアムが敵のね、空襲受けてるんですね。B17 の。これで、まあ、残念ながら港とか空港とかが破壊されていて、グアムがちょっと使えないところになってますね。グアム、サイパンというところです。空母も発見してますね。ここにいるのが空母4ですと、エンタープライズ。
このあたりも撃沈せしめておきたいかな、というふうには思います。冷戦隊はこのまま、敵のワイルドキャットを攻撃しながら前進していきましょう。正規空母4、低空母2という、まあ、十分な補給拠点は確保してあるという状況ですからね。このまま突っ走っていきます。で、敵の、まあ、駆逐艦とか、巡洋艦とか、この辺り展開しているのが見えるので、これに関してはですね、この後、艦砲射撃で撃沈していきます。ヤマトのね、攻撃力がここで発揮される、まあ、そういうシチュエーションになればいいのかなと思いますね。今後は残念ながら一度帰還させましょう。艦爆の数をもうちょっと増やしてもよかったかな。数で言うとどうだろう、艦爆を、まあ、4ぐらいにして冷戦を4ぐらいにしてもよかったかもしれないですね。ちょっとやっぱり敵の艦隊が相手となると、冷戦だとね、火力不足というか、まあ、そもそも攻撃が入らないなんていうことになり、なってますからね、今だとね。ここは艦攻の魚雷攻撃ですね。艦攻はやっぱり火力は出ますよね。敵の特に大型艦仕留めるには艦攻の火力は欲しいですよね。緊急事態が発生してます。軽空母敵の艦隊に捕捉されて今攻撃を受けて残り1というところです。これ、まあ、絶対に失いたくないので、退避させる必要があるんですが、どうなんだろうな。急いで逃がしたいですよね、この空母に関してはね。敵の艦隊を叩くだけの戦力が冷戦しか今ないっていうのが、まあ、ここに来て裏目に出ちゃってるのかな。だいぶ敵に囲まれた感がありますけどね。ちょっと冷戦を後ろに下げるか。くぅ、この冷戦も危ないな。まあ、空母を救いたいので、ちょっと空母を守れるような、そういう陣形を組みますか。まあ、あとは敵のね、航空戦力を絶対に近づけないぞ、というところですかね。長門による、艦砲射撃で敵の駆逐艦、これを狙い撃ちします。そして、ヤマトの、手砲で、とどめを刺しましょう。ドカーンという感じですね。さあ、今後は、進してもらって敵の艦隊との打ち合いに備えます。艦爆隊も出して敵の空母には取り付けないか。できれば早めに敵の空母に取り付きたいですね。ちょっとでもダメージの通っている敵から沈めていきましょう。艦爆隊ですね、ここはね。そしてようやく敵の空母にたどり着けるか。ただ今となっては敵の空母よりも先に敵の駆逐艦を潰して艦隊の安全を確保したいですね。先に駆逐艦を落としたい、そう思う日が来るとは、ちょっと思わなかったですね。どのゲームでも。やっぱり先にね、敵の空母を、仕留めたいよって思うと思うんですけど。ここは、
セフィン機の駆逐艦を砕いておきたい。まあ、幸い敵の、まあ、いわゆる、艦載機と思われるような機影が全く見受けられない状態、状況のように見える。さあ敵の攻撃を受けて、残念ながら総流も被弾してます。ただこの総流下げるわけには絶対にいかないので、我慢しましょうここは。では艦爆隊を出します。艦爆で敵の基地司令部これを叩きたい。どれくらい入るかですね。艦爆で。艦爆でも1か。1しか入らないんだな。1しか入らないのは痛いですよね。その他距離が届かないものは敵の空母の攻撃に入ります。いや届かないかという感じがしますね。それだけ敵が強くなってる証拠なんだろうなというのはわかるんですけど、それにしたってちょっと重たすぎませんっていう、そういうものを感じますよね。ここはどうなんでしょうね。思い切ってやっぱり大和とか戦艦部隊をもうちょっとどんどこどんどこ近づけていかなきゃいけないんでしょうね。そこのバランス、まあ航空機の方がどうしても圧倒的に足が長い速いっていうのがあるので、まあそこでねちょっとバランスがあんまり良くない、整っていないっていうところなのかなっていうのを、まあ、ひしひしと感じますね。冷戦の数がまあちょっと端的に言うと多かったのかな。もうちょっと艦爆艦攻の数を増やしても良かったのかな。特に艦爆ですね、艦爆の数を増やしても良かったのかなっていうのはここに来て強く感じるところではあります。まずはフォーネと撃沈です。飛龍からの艦載機でしたね。続いてエンタープライズに魚雷攻撃仕掛けていきましょう。この魚雷もね余ってくれれば、まあいよいよミッドウェイ基地攻略完了という流れも作れそうですね。ホーネットとエンタープライズ、これをね、まず撃沈という流れ演出中です。救急の艦爆、これでエンタープライズも撃沈。残ってるのは敵の基地中央部ですね。さあでは艦爆隊で敵の中央司令部に再び攻撃を今仕掛けてます。なんとかここ落とせそうですね。まあ大激戦の末というところだと思うんですけども、敵機動部隊の撃破、そしてミッドウェイ基地の攻略、両方うまく完了することができました。まあただこの先まだですね、ハワイですね、こちらの攻撃とアリューシャン方面の攻撃が残ってますので、気を引き締めてプレイの方は続けていきたいというふうに思います。では今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、その模様は次回、続きとしてプレイをしていきたいと思います。